さあそして歌さん、はい、来ましたよ先ほどもね、もう歌さんは俺はね歌さんってこうあなんていうんだこう楽曲を愛しそしてアイドルたちの立ち位置を冷静に周りに分析するそういう方だとアイドルに関してはお伺いしていたんです、そしてそう認識しておりましたが、さっきのコメントなんか聞くとね、ちょっと熱持ってましたよね。僕ねその要はその僕はアイドルファンじゃなくてアイドルソングファンなんだってこう、しきりに言ってるわけですよ、まあ、実際そのやってるアイドルソング表とかも、もう12年間やってるんですけど、定点観測的に、まあ、こういう立ち位置の人がいてもいいだろうってことなんですよね、現場とか行かないでもう曲だけ聴いて、で僕ゼロ次元萌えって言ってるんですけどね、二次元萌えならぬゼロ次元萌え、もう俺はもう曲だけ聴いて曲の中で、一番その例えば AKB だったらもうエブリデイカチューシャが大好きなんですけど、エブリデイカチューシャの AKB が俺にとって完璧な AKB だからそれ以外の情報は入れたくないっていうぐらいの感じなんですよ。でゼロ次元萌えって言ってたんですけど、でもね山里さんこれ正直な話、このねアイドルファンというかね、アイドルと男、アイドルを語る男みたいなのが、一番面白いのはその男が痩せ我慢してる時なんですよ。つまり俺まあ楽曲派だからね、俺は別にその AKB なんか全然好きじゃん、むしろもうアンチ的なとこあるかなみたいなこと言いながらね、それ言いながらそうだよねつって、前田敦子はなんとかかんとか、お前何もあっちゃんのこと分かってないあれみたいな、そういうね、いやお前さっき全然本人たち思い入れないっつって、いやいや俺楽曲家だよ、まあ、評価してる曲もあるけども、大半俺 AKB の曲全然俺評価してないからさ、いやだから前田敦子もさ、お前のあっちゃんの何が分かんないとかね高見菜のね、なんとかが、お前ふざけんなよと、高見菜が何が悪いんだその件でよ、お前ふざけんなよみたいなね、こう要はで、そのいやいや俺でも全然冷静だし俺は狂ってないみたいな、俺は正気だみたいなことを、要はそのなんていうんですかね、冷静になろうと努めながらでもそのアイドルの磁場にこう引き寄せる、でも冷静に俺はアイドルとかす、うわーみたいな、この塩梅が、まあ、僕は一番こうなんていうんですかね、自分的にまあ上がってる段階っていうか、楽しんでる、要するにさ、ファンで好きだったらそれはどの楽曲聴いたって、どんなライブ見て本人たちが頑張ってんの見たらそれはさ、オッケーってことになるじゃないですか。なりますよそれは。オッケー、同じような曲オッケーね、うん、秋元さんオッケーみたいなことになるけどなんかそれも俺的にはもうちょっとこう意地も張りたいわけですよ、まあ、好きな曲嫌いな曲も当然あるし、なるほど、でもやっぱ特にドキュメンタリーオブ AKB あんな見てね、あれ見て何も思わないのは無理でしょ正直。あんだけね、もうむき出しな、こんなに頑張ってたのか、こんな葛藤悩みがあったのかっての全部言ったら、もうまかないの最高の飯全部出してきましたから。本当ですよ、本当まかない飯ですよ、そうまかない飯出してきやがったと。だからうまいねまかない飯で、だからその総選挙とか見た時点で俺思ったの、だから俺は現場とか来たくねえんだよ、好きになってしまうからな、うん、っていうね、そっちの、ね、意地を張ってた、痩せ我慢の、はい、そうなんです、僕はもう双眼鏡ずっとねつけてたのは泣いてたからですから、ね、ぶっちゃけ泣いてた、だから俺は現場とか嫌なんだよみたいな感じで言いながらもずっと双眼鏡で見て泣いてるわけですよ。やっぱね、当然好きになっちゃうし思い入れちゃうし、はい、うん、なんかそうなっちゃうんですよね。あの時のやっぱりその総選挙の話、さっきもちらっと言ってましたけども、はい、やっぱあの優子がね、もう絶対あそこですよね、はい、凛とそう凛としてあ立派だな、 AKB を代表する、はい、もう本当に今回の総選挙ではいろいろ言われた問題を全て一周する一言、そうあの、ね、反論も、ね、はい、してね、そういうね、例えば愛の数ですと、愛の数ですってやって立派でしたよね、態度的にはね、そうでさすが優子ってなったところですよね、うん、でそういうふうに誰もが、で確かに大島優子自身もいまだにそうやって見られることを良しとしてるからあの態度だったわけじゃないですか。そうですね、だから多分あのドキュメンタリーで出した見せちゃった、うん、あれずっとカメラがこうくっついて撮ってますから、多分そのもう意識せずに見せちゃった、あのあそこを見せるのは良しとしてないから舞台挨拶では照れ隠しするわけですよ、小指ぶつけちゃったとかさ、そういうとこもね、それを良しとしないとこも含めてね、やっぱ大した女ですよ大した女、つまりそのなんかもうね、その疑似恋愛の対象、これね誤解されちゃうんだけど、アイドルを僕好きだった時に疑似恋愛とかじゃないんですよ、もうなんていうの、前面なんですよ、うん、おめえすげえよみたいな、おめえらすげえリスペクトというか、そうなんですよ、モーニング娘。とかもそうだったんですけど、うん、その例えば横浜アリーナね、うん、いずれねこう満杯にできるように頑張ろうねって、うん、ナッチとね飯田香織がこうや、ね、約束したよねっていう、このナッチ卒業の時ですよ、うん、見てごらん横浜アリーナ満杯だよって、うん、その時同時に彼女たちが歩んできた苦難の道を知ってると、うん、お前らやったよ、お前ら確かにやったよ、うん、っていうさ、
この感じなんですよね。なるほど、熱いな。でも俺はアイドルファンではないです。え、無理だよもう、うん、俺は曲にしか興味ない。今だって生き方とかも褒めちゃってたもん。絶対そうなんです。だからね、その接近しないようにしてる。だからもう例えば Perfume とかはもう本当に現状でももう好きすぎて大問題ですから、うん、もうはっきり言って Perfume に関しては全然冷静でも何でもないんで、もういくらでもエコ兵器しますんで、はい、なのでだパフュームとはもうあんまりもうこれ以上会いたくないなみたいな。あなたはもう無理だ、うん、もうなんか、ね、もう近づいてしまう絶対、うん、そうなんですよ。だから、うん、あんなじゃんけん大会でさ、どうなのじゃんけん大会なんだ。それはだってもうさ、怖いとかここへ聞いてるわけでしょ。全部聞いてるわけですよ。すごい。まずその立ち位置に行くのが羨ましいようでもあり、はい、絶対嫌だでもあり。そうだ、歌さんはだから、俺はだから現場とかに対して、そう現場とかじゃない楽曲で、そしてそのこう冷静に分析するとしたから、はい、多分俺みたいなタイプのことを嫌いな人なのかなってちょっと思ってたぐらいです。なんでですか。だってガンガン中入ってった秋元さんと、はい、一緒に仕事しちゃうぐらいの写真なんか撮っちゃったりとかするような。いやでもね、その本当はアイドルはそれはもちろんファンになって好きになって、うん、でそれでもういいじゃない、そのさあわよくば一緒に仕事して何が悪いんだって話だから、 それは全然美しいって。むしろそれは正統派のアイドルでちゃんと現場も行かれてさ、もう客席で僕ね、あちゃんといるな山ちゃんっていう時ありましたから。あ、見てくれた、はい、なのでそれは一番正統派な、僕むしろ僕の方がイレギュラーな立場で、僕はもうあちこちで僕はイレギュラーですよ、イレギュラーですよ、うん、でも好き勝手言わせてくれ、そういう人がいたっていいじゃないですか、すいませんねすいませんねすいません言ってるぐらいで、そんなことはないです。ていうか特にそのアイドルのなんていうか応援の仕方っていろいろあっていいと僕は思うんですよ。そうなんですよ。で逆にその、現場行かないとダメだみたいな、その敷居を上げるような傾向が強くなりすぎるのもどうかなと思うから、もうちょっとその敷居の低い楽しみ方あるんじゃないのっていろんな提案の仕方ないかなと思ってたら、やっぱその例えば AKB のブレイクの仕方、あれすごくライトな、その例えばさ、うん、AKB の所属してる人の名前全部言える人なんていないわけじゃないですか。まあそうですね、よっぽどの人でもない限りは、うん、それでもいいわけじゃない、上位何人かしか知りませんでも、うん、全然 AKB 好きなうちに入るし、うん、現場行っても劇場に行ってもいいし、握手会行ってもいいし、まあ投票だけするって人もいればいいし、うん、投票もしない、 CD も買わないけど板野友美は素敵だと思うとかさ、うん、それでいいわけ。その間口の広さがまあ AKB の強みでもあり、うん、そうね。だからそこにちょっと関わってるくせにこれ知らないのかっつって怒ったりとかしてると、それは良くないってことですね。いや、うん、だからそのなんていうのかな、他の人のファンのあり方を抑圧する必要はないでしょうって思うんですよ、うん、別に同じもの好きなんだし、 そして誰好きであろうがいいじゃないのってね、うん、ただまあそのデッドヒートも面白いっていうかね、例えばそのなんていうのかな、アイドルファン同士、うん、こうああでもないこうでもない議論し合うのが楽しいとか、そういう面は不毛な議論、うん、ね、あ不毛な議論が楽しいんじゃないですか。こういう時に使う言葉あるんだ、不毛な議論って。俺たちもね、もう歌舞伎町の飲み屋で取っ組み合いですよ、もうそれは。はい、AKB の、それこそ AKB のメンバーがね、うん、夜も寝ないで練習してる裏で、俺たちは酒飲みながらね、あれもない、こうでもないってね。あの時は、これは、この言動はこういう意味があって、そんな悪い意味じゃないみたいなこと言うとか、まあね、今日の公演はちょっとあれだったとかさ、何あの曲どうなんだよとか、最近の曲どうなんだみたいな、そういう勝手なこと言ってるわけですけど、不毛な議論も含めて、アイドルの楽しみ方も一面でもあるし、じゃあブブカもそれはアイドルをその盛り上げるその一端でも、うん、それはもう秋元さんはそこは偉いと思うんですよね、やっぱり、うん、ちゃんとブブカ出たりしてさ、 そうそんなのありえなかったからね、はっきり言って。だって敵でしょ言ったら。本当ですよ、俺はっきり言ってブブカで連載してるせいで歌丸さんとの共演は NG ですっていう風に、誰とは言わないけど、そういうアイドル事務所側からイベントとかなんとかでも言われたこと、もう無数ですから、そんなのいくらオファーしても断られる人 もう絶対いるし、うん、それはもうやっぱしそのブーカっていうのも大きい。でもそこも含めてちゃんともなんていうかな、盛り上げの一環として捉えてる点でもやっぱその懐の深さがありますよね、うん、そうです。だってアイドルのその名前であったりワードとかはやっぱ出す率が高さはやっぱブーカーは高いわけですね。あとやっぱ熱量がそうですよね、うん、やっぱすごいですよね。ここまでなんていうのかな、好きなのかっていうのが伝わってくるね、うん、まあもちろんね、ゲスなキャプションが入ってたりね、はい、月経カレンダーも載ってるけど、月経カレンダー、うん、月経カレンダーかなあえて言えば月経カレンダーかなー。でもまあそうだと思うんですよ。だからいろんな楽しみ方あっていいと、うんうん、だから僕みたいのもいるし、山ちゃんみたいのもいるし、今聞いてる皆さんいろんな楽しみ方あっていいよという、ね、うたさん、ちなみに今誰がいいとかあったりするんですか。今はね、曲と単位で言えばいろいろあるんですよ曲単位で言えばいろいろ、その前振りいいよもうあそう本当に。でも今は正直やっぱりまだそのドキュメンタリーのあれが強いので、僕はやっぱ前田さんのことを考えてしまいますね。おお、映画見て前田あっちゃんのこと、やっぱ心配になるでしょ彼女のことが。やっぱりやっぱその、ね、心配させる天才なんですよ、まあ、それ意図的ではないですけども、うん、はいはいはい、
あの子守ってあげたいというスイッチの押すうまさが尋常じゃないじゃん。そうなのかな。あとやっぱそのね、あの彼女がセンターである理由みたいなのがさ、うん、なんかその求心力っていうかね、うん、やっぱありますよね。あ、やっぱ映画とか、まあ、AKB で何か特集するのが放送されたり映画になった後で見たりすると、うん、みんな大概その高見菜の凄さっていうので高見菜すごいっすよ。その2番目に押すのが高見菜になって、ね、いやいやもちろん高見菜すごい、ね、うん、もちろん高見菜、それこそ高見菜さんは俺今すごい心配してますよ。そういう意味では何にも悪くねえだろそんなのは。本人はよ、そんなアホらしい、アホか。そんなだからあれをきっかけに叩こうとする人たちはちょっとなんていうか暇なのかなと思っちゃう。あとね、その構図として、まあ、例えばさ、その交際みたいなのが発覚しちゃいました、うん、プリクラが出ちゃうね、うん、劇中ででもあれをよく出すなと思うけど、新聞の記事ポンって出ました、ね、そういう時にもちろんファンの人たちの傷ついたっていうような、ね、うん、気持ちも分かるんです。分かるけど、でもやっぱりそのファンなんだから、うん、なんていうのかな、そのアイドル本人に攻撃の矛先を向けたりするのは、うん、できればやめた方がいいと思うみたいな。傷ついた自分を知ってほしいって思う行動って何なんですかね。俺こんなに応援したのにって伝えても、それは何の得にもならないですもん、ね。まあまあ、でもその傷つくのも分かるけどって感じなんですよね。でもそのやっぱりアイドルだって生身のね、10代の女の子だし、うん、なんていうかな、もともと応援してたものなんだから、なんかもうちょっとそこうまい着地ないのかなって毎回思いますね、こういうの起こるたびにね、うん、確かに。でまあまあ今回のことはね、本当関係ないことですから頑張っていただきたいなって、うん、本当です、映画でも良かったです ね。この話して大丈夫ですか、これは。大丈夫でございます。ウッタさんの愛があるから全然何言ってても全然大丈夫です。いや愛は別にそんな、そんなあれでしょ、別に曲とか関係なく好きなんでしょ。いや俺は別にそのなんか AKB は別に、まあ、極端にでたまにグッとくるのがあるかなみたいなところで、別にまあ映画として評価みたいなところ。好きなんだろうって、いやどうまあそんな、うん、距離は置こうかなみたいなところありますけどね。いやでも俺映画でめっちゃ好きなシーン一回しゃって、はい、うん、あのドキュメンタリーのやつで、総選挙終わってね、はいはい、マユとユキリンが、はいはい、ユキリンが3位になってマユが5位になって、はい、2人でこう歩いてるところで、うん、はいはい、マユがユキリンおめでとうねって言って、はい、でユキリンが、うん、ありがとう。あの2人のね、また微妙な感じがありますからね。そあそこでいいのが、はい、あのその2人が喋ってるところに他のメンバーがユキリンの3位という大躍進を喜んでちょっと走ってくるじゃないですか、はいはいはい、おめでとうって言ったら、でも横にはそう、その時のマユの顔見ました。全然笑ってないんですよ、はい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 、でちょっとこうスーッとフェードの時に、うんうん、その群れからスーッと離れていく時の、はいはいはい、あの眉の悔しさを前面に出した感じ、うんうんうん、今回の総選挙で、はい、眉が僕一番ショックだったのが、はい、受賞コメント5位というのの時に、はいはいはい、数字は私は関係ありません、うんうん、何も気にしませんって言った時に、はい、ちょっと待ってよと、僕ら眉への愛を CD に込めて送ったんですよ、うんうんうん、それが関係ないって言うて、何なら眉、うんうん、はいはいはい、と思ったんだ。そう、他にも、まあ、いろいろやってるからもう、はい、その順位とかあんまいいのかいってちょっと心配したぐらいの悲しさがあった中で、はいはいはい、そのモヤモヤがあの映画の、うん、やっぱ悔しかったのよ。ほんとストレートに悔しかったはずですよ、それは。だって絶対言ってもそのユキリンとめちゃくちゃ仲いいってのもあるけど、はい、チーム B の中で、うん、言っても渡辺麻也がチーム B の中でずっとあのうん、まあど真ん中、はいはいはい、ずっと走り続けてきたわけじゃないですか、うんうん、でもキャプテンという位置で、まあ、近くにはいたけども、はい、うん、絶対渡辺麻友の後ろにいたはずなんですよ、それが自分を抜いた瞬間っていうのは、はいはい、その悔しさってやっぱあったんだ。インタビューでもまだ私の時期じゃないっていうのも分かってるしみたいなことをね、あ悔しさにじんだから、ソロデビューでね、ちょっとどうこれから展開していくか、あのもね素晴らしいからね、これね、うん、来ちゃったね。全然まあね、そういう、うん、まあ、頑張ってくださいとしか言えないですけどね。宇田さん、はいはいはい、好きだろ、あのドキュメンタリーでもそういうのあるよね。あのこっちでさ、あの高見菜とさ、まあ、あのあっちゃんがさ、こうよかったねってだけやって、頑張ったな、辛かったな、うん、まあ一応お祝いのとこじゃないですか、うん、だっと気づくと後ろにもうボロボロに泣いてる板野さんいるわけですよね。 それをカメラがまた同じショットで捉えてね、なんかこうそこドキュメンタリーですよね、映ってしまうものみたいな、ね、あとあの映画は多分何回か見て楽しめる、楽しめるというか見てほしいポイントは、うんうん、その言っても中軸、皆さんが多分ね、あのアイドルとかそんな詳しくない人たちが知ってるような人たちに、まあ、言ったフォーカスは絶対当たるじゃないですか、じゃなくてその人たちにフォーカスが当たってる時に映ってる他の女の子たちをちょっとね、その表情を見てあげてほしい。いや本当そうですよね。そう、ショーのデッドヒートにも入っていない子、そうというのもいるし、うん、そこもね、ちょっとやっぱ汲み取るとやっぱりね、うん、グッと来たりするんでしょうね、ファンの人は。宇田さん、はい、みたいなね。好きだろ。いや、ちょっとそれはちょっと楽曲派なんで。いや、人が好きだな。いや、音楽にしか興味がない。水曜じゃんって。